23回猫である猫だけにスポットを当てた60分くらいのネット放送MC はマーチとあやちんでお届けします。はい、はい、皆さんと一緒に最後まで仲良く楽しく進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは早速最初のコーナーに行きたいと思います。はい、まず最初はブログで有名なプーニャンを紹介したいと思います。それでは VTR どうぞ。かわいいイラストと丸みが魅力のブログ、プーニャン日和。プーニャンはあだ名もプーちゃん、プニちゃん、プニニ、プイコチ、プイコ、プニさんと、とにかくプニプニ。毎日の日課は夜中に飼い主を起こすこと。そんなプニプニな猫、プーニャンに密着です。2009年10月生まれのエキゾチックショートヘアの女の子。飼い主である母ちゃんは見た瞬間、リアルタレパンダだとペットショップで一目惚れ。迷いに迷った末、プーニャンを家族として迎え入れることになりました。みんなが見守る中、プーニャンは元気に育っていきました。今ではすっかり立派になりましたが、プーニャン体重は 3.4 キロと意外とスリム。母ちゃんが選んでいる低脂肪低カロリーのキャットフードのおかげです。プーニャンの夢はいつかシーバをたらふく食べることなんだとか。いつかその夢叶うといいね。プーニャンはこうしてマガジンラックで寝るのがお気に入り。くぼみ具合が気に入った？それとも読書家なのかな？プーニャンの行動から目が離せません。実家に暮らすワンコのひなちゃんとは大の仲良し。寄り添っては2匹でほんわかしています。でもプーニャン、時々ひなちゃんにいたずら心を出すことも。ひなちゃんの尻尾、おもちゃみたいだにょ。面白いにょ。プーニャン、あんま調子乗ってると。にょー、やめてにょー。あらあら、お風呂に入れられちゃいました。お風呂が嫌いなプーニャ、なんとも不機嫌そうです。プーニャのチャームポイントはこの鼻の上のほくろ、通称プニボクロ。小さい頃はほくろがなかったのですが、でも鼻のほくろは
財運、健康運という意味があるらしいです。プーニャンにはいつまでも健康に過ごしてほしいという父ちゃんと母ちゃんの願いが通じたのかも。ブログでも大人気のプーニャン。プーニャンを見ているとこっちまで幸せな気持ちになります。仲良くね。いかがだったでしょうか。はい、プーニャンのブログはこちらになります、うん、イラストが可愛かったですね。可愛かったですね。吹き出してピッてそうそうもやもや。でブログの方にもなんかよくあのイラストが、はい、うん、いっぱい載ってて、うん、今回ちょっと VTR の方にも採用させていただいたんですけど、ぜひぜひこちらのブログの方に遊びに行ってください。はい、ください。プーニャン可愛かったですね。可愛かったですね。うん、なんとかだにょーっていう言葉がやめてにょーなんかお風呂入った時やね。お風呂入った時若干宇宙人おっとはい、エキゾチックショートヘアのプーニャンでした。